渋いっすね、うん、新井さん、ねえ、こんなやってたんですね、うん、やってたで、あの時なんかあれね、これ確か自主で企画して、なんかね、オムニバスで全員カバーバンドでやろうみたいな、俺作った中に入れたやつだと思うんだけど、うん、まあ全部録音さ、ディスクラプティズ、俺MTR で全部自分で撮ってたから、はい、の残ってたんだよね。へー、うん、すげえ、自分で全部、そうそう、全部撮ってた、うん、え、じゃあこのアルバムって全部新井さんたちが自分たち、そう、自分たちで録音して、あのやったやつで、まあ、あのそのベネフィットの CD の最初の5曲は、録音したんだけど解散決まってお蔵入りになったやつで、やっと世に出せたっていうか、それか、うん、なるほど、いいチャンスだったんだよね今回、だから、うん、じゃあまだ聞いてない人も結構いるかもしれない、いると思う、聞いてない人はいると思う、じゃあぜひ、はい、早稲田ゾンビもしくはね、うん、新井さんに直接そう言ってください、うん、はい、あのベースで売ってるけどね、あのあーベースってあれね、あ、レコードショップのベースじゃないよ、はい、アプリのベースね、はいはい、高円寺ですかベース、あ、まあいいや、じゃない、はい、はい、じゃあ続いての質問はどんどんいきますよ、はいはい、バンド以外の趣味って聞いても釣りですもんね。そう、釣り。あ、じゃあもう話違うことに振っていきますよ。あ、いいですよ。新井さん、レイフラどれぐらいやってましたっけ？俺、だから4年ちょいなの？ 4 年ちょい。5年弱？ね、だから5年弱？最初が長野の。そうですね。ね、あ、そうそうそう。覚えてる覚えてる。こっからラジオ聞いてる人は、すいません、レイフラの思い出話に俺持っていこうと思ってるんですけど。そうしよう。それの方がいいよ。うん。はい。そうそうそう、レイフラで一番嫌だったことって何ですか？一番嫌だったことぶっ込みますよ。あのね。うんとね、あれ、あのさ、ほら、俺、曲の終わりにジャンプしてあるじゃん。曲の終わり、ジャーンって。敏郎くん、いつも合わなかった。俺のせいかな。嘘。あと、新井くんが好きな、一番好きだったのは俺の MC だ。じゃない。それも嫌だった。それも嫌だった。家富さんのね、つまんない役がね、あれがね、もう、あのね、ダメだったな。うん、俺一生懸命突っ込んだけど全然笑いにならなかったね、家富さんのギャグは、うん、確かに MC ではね、そういろいろな思い出もありますけど、ね、それはね、 あとね、あれもあった、よくさ、俺セチオと一緒のマイクで歌ってたじゃん、来た、歌ってた、来たな、ちょっと口臭がこっちのセリフがなんで来るんだよって、嘘嫌なことって別になかったよ特に、まあ、でも楽しかったですよね、うん、楽しかった、嫌なことっていうより多分それって俺のエゴだからさ、うん、俺が我慢すればよかったことだから、うんうん、大人の意見、いや本当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 だって俺ディスカッチャーでレフラー本当いいもんだと思ってたよ、うんうん、楽しかったです、ね、俺に合わなかっただけなんだよ、そうだから新井くんはやっぱり、うん、今の生活もそうだしバンドもそうだし、うん、自由に好きなように生きてくっていう人だから、まあそうなんだけど、うん、マジで本当に最終的には、あ、俺が悪かったって全部思ってる、うん、でも社長の講習は臭かったもん、それはねもういつもやめようと思ってんだけどさ、なんかさ1回のライブでさ毎回ほぼ毎回やってたんだけど、来ましたね、ほぼやってたんだけど今日やらないとなんかおかしいじゃんあれあいつら喧嘩してんのとか思われちゃうから、そういう意味で聞いたんですね、うんうん、多分あの時しかめつらしてたのかな俺やばい、世界中に俺の口がくせえってことになってますねこれね、うん、最悪、はいはい、じゃあ逆にレイフラで一番楽しかったことって思い出ありますか？楽しかったこと、はい、これもなんパッと言われると出てこない、うん、出てくるのが、まあ、何度も言ってるけど、いやまあライブ全体は楽しかったもん、毎回ライブは楽しかった正直で、その中でもやっぱりボムファクトリーとのツーマンシェルター、あれはね本当に思ってる、企画、これこそ企画っていう、あの最後のセッション、うん、あれもあれ最高に良かったね、今でもさ、あの時新井くん、うん、ほら一曲はリードやるって言ったら俺はサイドがいいとかって、うん、そういやだってさ、あの人に和也さん、そう和也さんにさ、俺がリード弾けるわけないじゃん絶対譲そんなことないっすよ、うまい人に譲った方がいいんだって、これそもそもリズムギターよ俺はそもそもリズムそう、ちなみにそれのカバーっていうのが、うん、ダムドのラブソングと、うん、ザ・クラッシュのアイフォートだろうだよね、あ、そうだっけ、はい、うん、あ、そっかそっか、そうそうそう、うん、やりましたね、あれが最高だったね、うん、シェルターかな、あの時はお互いの CD も、そう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 、そういうのとかやって最高でした ね、 そう、ね、あれも最高の企画だったと思ってる、あれはボムファクトリーのラッシュイントゥザストリートはすごく嬉しかったですね、うん、あれ、あの CD 余ってる、いやもうちょっとだけまだ少し売れ売れどんどん数枚あるぐらいですねこれラジオ聞いてる人買ってね、買ってよ、ライブで売ってんの、そう、あれライブじゃなきゃ買えません、でももう残り少ないから、本当に今のうち買っといた方がいいな、あれは、はい、うん、名盤、
そうですね。はい、次は次はですね、もうそろそろちょっと時間も押し迫ってきてるので、はいはい、今度はディスクラプティーズのコマーシャルをこの場を使って特別にやってください。うん、ディスクラプティーズのコマーシャル、はい、まあ、ラジオを聞いてる人に。多分ね、当時俺たちのライブによく来てくれた人たちって今あんまりライブハウス来なくなっちゃったかなみたいな人が多くて、うん、まあまあそれも当たり前だけどさ、みんなこう大人になってね、家庭持ったりなんだりだから、それは俺もそうなんだけど、うん、まあ暇があったら来てほしいし、いい、まあ、うちらもそんなに昔ほどね、呼ばれたら全部やるみたいな感じでやるつもりではないから、うん、まあそもそもまだ呼ばれてないんだけどさ、あんまり、うん、まあ、こういうコロナもあるだろうからあれなんだけど、まあ、ライブも呼んでください。そして見に来てください。そしてあともう一つ、私もう一つやってるバンド、北高ライオットでもライブがやりたいし、今レコーディングしてて、年末にはアルバムで発表しようかなと思ったけど、いかんせん売れない、いつもまあまあ宣伝力がないからさ、俺友達少ないから、 Facebook とかそういう宣伝力もないんだけど、まあそっちもものすごく今自分がやりたいことをやってるのが北高ライオットで、うん、そっちもちょっとやりたい。ただこっちは本当にライブやりたくねって言ってるメンバーもいるぐらいだから北高ライオット、でも俺は、うん、はい、俺はやりたいけど、まあちょっとどうなるか分かんないけど、まあ今とりあえず今アルバム作ってるんで、それお願いします。なるほど、うん、じゃあ新井さんは今2つ二足のわらじで、ね、まあね、そうだね、頑張ってる、うん、でも北高ライオットはあれだもんね、新井69ウィズだもんね、そうそう、今でもそうだけど、うん、前回のアルバムはほとんどがドラム以外全部俺が楽器やってて、俺のソロだけど、今作ってるのはもう全員でやってるから、なるほど、うん、今度が本当のアルバム、正しい、うん、全曲オリジナル、なるほど、へでやってるんで、もしよかったらなんかたまに俺のフェイスブックとかなんか見てあったら買ってください。で、はい、連絡くれれば送ります。はい、はい、じゃあこの後はいよいよ難攻不落に出陣していただくわけですけど、はいはい、意気込みをお願いします。ね、まあ多分昔と変わらない状態で今もやれてるディスクラプティーズね、ライブもやれてると思います。まああんまり期待して、意気込み意気込みか、あ、いや俺はいつも通りやるだけ、難攻不落だからって特別な思いはありません。いつも通りのライブをやります。よろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあこの後その音源もね、はいはい、聞いてもらえるということで、はい、何の曲を、あれもう一曲かける、うん、ライブの、そうそうそう、あ、ライブのね、そう、あ、ライブは分かんないよこれ、うん、だ撮ったらいいやつを撮ると思うから、わかりました、そうだね、うん、この後ね、うん、今日の模様ですよ、うん、まあ俺のギターソロがミスってない曲だね、やるならねそんなこと言っちゃダメですなるほど、うん、はい、じゃあこれを聞いてる人お楽しみに、うん、はい、お願いします。じゃあ新井君今日よろしく、ディスクラプティーズ、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。インディーズナイト。